こんにちは。はい、豊さん、はい、はい、3連戦終わりまして、ね、いかがだったですか？まあやっぱり阪神巨人に注目したんだけども、うん、はい、やっぱ阪神の勢いがちょっと復活してきたかなということと、うん、やっぱこう勝つことに対してのその集中力、これは阪神の方が上回ったかなっていうような感じがしたし、はい、で巨人も3戦目にああやり返すなと思った試合を、まあ、引き分けにされたところで、うん、ちょっとこんなプレーをするっていうプレーがあったんだよね。なんかちょっといつもとは違う様子のらしくないようなジャイアンツでしたね。そうそうそう、3戦目特に。そうそう、はい、だから、まあ、まあ例えば1点の失い方、これがすごく解せないところがあって、うん、まあ、それをちょっとね先にちょっと説明をしていきたいと思うんだけども、はい、でちょっと、ジャイアンツのあるプレーにちょっと、うん、そうちょっと注目してね、解説していきたいですか？解説をしていきたいんだけども、はい、まずねここに書いてある6回裏、はい、阪神がもう少しだけちょっと豊さんの方に寄せてもらってもいいですか？あのね6回の裏タイガースね2点、ジャイアンツが6点勝ってる時に一死満塁、はい、4点差ある時ですね。4点差あるよね、はい、バッターボックス梅野、はい、満塁、ワンアウト満塁で満塁、はい、この梅野が少し弱いセカンドゴロを打つんだ。だから吉川がこう前に出てくる、はい、ランナーはここに止まっちゃうんだよね。ここに止まる、はい、そうですよね、うん、でこの時点でセカンドに投げたらゲッツー取れないんだよ、はい、梅野も足早いし、はい、で確実に1点は失うっていうところなんだよね、はい、だけど取れなかったらワンアウトだから次のバッターロハスジュニアまで回ってしまうっていう場面なんだけど、はい、うん、ここは吉川セカンドに投げちゃうんだよボールを、はい、これボールをセカンドに投げちゃうんだよ、はいはい、そうじゃなくてここのランナーを一塁側に多少追い込んで、はい、先に一塁手にボールを投げ、はい、ここでまずアウトを取る、うんうん、アウトを取るで、はい、ここはランダムプレーでいいから、うん、ゲッツーを成立させる。そしたらこの回は3点は入ったけども4点は入ってないんだよ、うん、これ次のロハスジュニアがランナー残ったことによってセンター前でランナーが帰ってきて6対4になっちゃうんだよね、うんうん、2点差と3点差じゃもうまるっきり違うんだよ。で吉川のセンスから考えるとなぜこの起点を効かせなかったかなっていう、うんうん、そういうところがあってこのダブルプレーの取り方っていうのが勝敗を分けたような気がするんだよね。うん、でやっぱり阪神は勢いに乗ってきてたし、うん、やっぱ点差はあった方がいいんだよ、はい、で2点差って言ったら今の阪神の勢いだとこれはやっぱ同点もしくはひっくり返されるかなっていうふうに思ってたの。でもここの1点を塞げたら、うん、おそらく昨日のゲームはジャイアンツが取ってるよ。いつの間にかもうまあ序盤完全なるジャイアンツのペースで進んでいたゲームが6-0からだからね。 6-0 から追いつかれて、いつの間にか流れは阪神になったよね。なってましたもんね。で最後サヨナラのチャンスまでもうなんていうのタイガースは阪神は作ってきたからさ、はい、だから阪神の勢いはやっぱこう出てきたなっていうふうに思いますよ、はい、うん、でまあ明日からのね明後日からの対戦予想なんだけども、はい、まあ、DeNA 対巨人原点回帰回帰、はい、原点回帰、はい、これはどういうことかというと、うん、もう巨人は、まあ、菅野山口が投げてくるし、はい、まあ、ここら辺は絶対勝たなきゃいけないということ、うん、それとやっぱこう柔軟性があるって言ってたけど柔軟性の中にやっぱ芯は残しておかなきゃいけないよね。なるほど、まあ、例えば坂本であったりだとかさ、うんうん、まあ、あの阪神戦でもうボロボロになったよショートが、はい、そっから追いつかれまあ本当3連敗するんじゃないかっていうぐらいのところまで行っちゃったから、うん、やっぱ柔軟性は分かるんだけどやっぱもう一度こう原点に帰るということそういうことがやっぱ巨人は大切だし、うん、やっぱ菅野山口では負けられないという、うん、負けたらやっぱ大変なことになるからね。ただ DeNA は中日に苦戦したけどもチャンスは作ってるで地元でやるでホームランも出やすい、はい、だから非常に面白い戦いにはなると思うけども、うん、巨人はそんなこと言ってられないよね今はね。だから原点回帰回帰
回帰、はい、ね、原点回帰に、はい、戻って原点を大切にするということ、これをもう一度やってほしいなっていうふうに思います。ちょっと柔軟になりすぎた部分がなりすぎたね、ちょっとね、ありますか、あるある、はい、で阪神ヤクルト、うん、で復活、阪神は復活、はい、勢いは阪神はね、はい、ある程度復活してきた、はい、で大山が復活してきたし、うん、でまあ佐藤も先発で使うようになったんだけど、はい、春先の本当の強い時期、勢いを取り戻そうとするんであれば、はい、やっぱ佐藤の復活だね。うーん、開幕カードなんだよこれ。でヤクルトに対しては、あの佐藤って初ホームランもヤクルトだし、うん、だからやっぱこう復活してほしいなっていう思ってるのと、はい、両監督陣がそんなに調子は良くないけども、まあ徐々に多分調子は上がってくると思うんだよね。だから復活を阪神はしてきたよということと、敗戦陣はヤクルト、はい、で対戦成績はやっぱ阪神に対して悪すぎる、10勝3敗かな、で2分けぐらいかな。だからやっぱこう敗戦の陣、ここで負けるようなことがあると、はい、やっぱ一旦こう取り残されるっていうような状況になっちゃう。だからもうやっぱこう村上がやっぱ打たないといけない、はい、だからここら辺はもう敗戦の陣で頑張ってほしいということ。そうするともう佐藤選手、村上選手のこう復調っていうのは、うん、まあ鍵を握るよね。うん、で広島中日、ポイントは下位打線で、うん、広島はやっぱ下位打線が相変わらず好調、はい、菊池林というのがね、うん、で中日はやっぱ投手力で、下位打線に打たれるようなことがあったら上位打線は鈴木誠也まで当たってきてるから、うん、だからやっぱ中日が投手陣がいいといえども、はい、抑えきれなくなる、はい、で中日はやっぱ投手力、もう本当に僅差のゲームに持っていくしかない戦い方、うん、もう打てないからさ、うん、だからポイントは下位打線に注目ということだよね。打てないなら打たれないようにいかにするかということですか。そうだね、はいはい、ということでパリーグ、はい、パリーグオリックス、もうここの最大の注目はオリックス、ロッテ、はい、ロッテ1位に浮上してきましたね、うん、でチャンス到来っていうのは、ね、というのはやっぱ吉田正尚が登録抹消になったね、ね、憎まれないということで ね、 そ、 うでしたね。それと裏ローテに入る山本が投げない、ただ宮城を持ってきてるんだよね、うん、裏ローテの一枚に、はい、だからここら辺はやっぱロッテはチャンス到来、うん、ここで勝たないといつ勝つんだっていうような、もう直接当たる直接対決でね、そのタイミングでちょっとオリックスがこう戦力的にもちょっとダウンしてるからね、っていうところと、うん、吉田選手がいないというところで、ところで今勝たないといつ勝つということですか。そうそうそう、はい、だからまあロッテには本当にチャンスと、はい、ここで話せるかどうかだよね、うんうんうん、やっぱもう抜いちゃったんだったら、何でもそうだけどさ、マラソンでもそうだけど、抜いたら一気にいかないとさ、うん、なかなかまた小競り合いを続けると抜かれるっていうケースがあるしだから本当にチャンス到来だと思う。ここのカードはやっぱ見逃せないね。ねえ、ここに来て、うん、ロッテが1位に浮上したところでこのオリックスとの対決っていうのがまた、そう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 、それと吉田が欠けたということね、はい、これはオリックス踏ん張りどころだよね。うん、うん、はい、でローテーションをせっかく変えた、ね、裏ローテーションが勝てないから、うん、宮城を持ってきたんだよね、はい、だからその効果がやっぱロッテに対して出せるかどうか、はい、まあ、ここがもう一つの見ものだよね。うん、ローテーションをわざわざ変えてまで、あの裏ローテに宮城を持ってきたわけだから、はい、まあ、宮城を持ってきた時点で裏ローテとはもう言わないけどね、はい、言わないけども、ロッテに対してロッテは本当のチャンスが来たということだよね、うんうん、で日本ハム楽天、はい、勢いをキープできるか、はい、これは楽天の方が徐々に打線がつながってきて点が取れるようになってきた、うん、で浅村がやっぱり不調なんだけどね、うん、だけどもその勢いは出てきてる、あとは浅村がいたら本当の勢いになってくると思うんだけど、ただ立ち向かう日本ハムの方はいいピッチャーをが待ってんだよね、上沢とか伊藤博文とか、それで一応ここは日ハムが勝ち越すんじゃないかっていう予想ですか。まあ、ちょっといいんじゃないかっていう、やっぱね日本ハムもね徐々にあの戦力的にというか使ってる若手たちが躍動し始めてる、うん、だからロッテに対してもいい試合をやってた、だからロッテの勢いの方が勝ったけどね、うん、だけどもその日本ハムも今状態的には悪くはない、うん、だからこの勢いをキープできるかっていうのが楽天にとっては大きな一戦になるよね、ここはね、うん、なるほど、はい、で西武とソフトバンク、はい、起爆剤というのはもうこれは
やっぱね、ソフトバンクはね、追っかけていかなきゃいけない、はい、いけない。で、いつも言ってたテーマは何だ？テーマ？いつも言ってたことは、ソフトバンクに打てない。打てないって言ってたよね。で、起爆剤、リチャード。出てきました。出てきたよね。はい。で、初ホームランに続いて1試合2ホーマーと。打点いくつでしたっけ？あの時はね、打点は6かな。ねえ。楽天5か。5か6だよね。そうですよね。うん、あの初打点を、あの犠牲フライで取った次の打席が初ホームランが満塁ホームランで6打点だ、はい、1試合で6打点上げてるような。2打席ではないか、1打席間相手のホームラン、ね、うん、1試合2ホーマーね、はい、うん、だから結構あの打てる流れが良くなってきてる。だから2試合続けて10点取ってるでしょ。10点以上なんかこう出てきてすぐ乗りに乗っている勢いですよね。 その起爆剤に本当になれるかどうかっていうのがね、やっぱこうソフトバンクの方はちょっと打てれば上位にスーッとあの追いついていける。だけど投手力も持ってるし、あの、まあ、経験値も高い選手がいるだけに、まあ、リチャードが起爆剤になれるかどうかね。西武、はい、おそらく高橋光成が投げるんだよね、はい、で高橋光成はソフトバンクにすごくいいんだよ、うん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 、だからここを突破できるかどうか。やっぱここら辺でもた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 してるとソフトバンクが、はい、もう多分置いていかれると思うよ。だから、まあ、起爆剤リチャードね、はい、うん、まあ、どのカードも面白いと思うんだけども、やっぱ気になるのは巨人、阪神、ヤクルトだし、うん、まあ、オリックス、ロッテ、うん、まあ、楽天、はい、まあ、そういうところが、まあね、ポイントになってくるかな、はい、まあ、あとはまたリチャード選手の活躍も、まあ、そうだね、うん、あとはやっぱ佐藤がね苦しんでる。そうですね。で佐藤見てると、うん、黙って立っとけばフルカウントまで行くよ、うん、やっぱボールも使いながら、はい、あの行くからね。だけどそのボールを途中途中で振っちゃうからやっぱ三振が増えてくる。で低めも高めも振っちゃうんだよ。もう低めは絶対振らない。ベルトより上のボールだけを待っとく。それで三振するんだったらいいじゃん、低めに来たい、まあ、そのぐらいの居直りが必要だと思うし、やっぱね間違えてくるよピッチャーも、うん、打ち出すと、うん、で大山なんか調子が悪い時なんか打つボールがなかったよ、うん、本当にいいところに来る。それはピッチャーが感じるんだろうね、うん、でも今は間違えちゃいけないって思うから間違えてくるんだよ、うん、だから引き寄せる力が大山にはできてきてる、はい、うん、だから佐藤もそういう選手だし、まあ、頑張ってほしいなと思うよね。でヤクルトの村上、敗戦の陣だぞ。いや今までずっと引っ張ってきてるからさ、はい、村上が。だからここでへこたれないで、うん、頑張り通せというふうなことをね言いたいよね。はい、じゃあポイントとなる選手が、うん、何人かいますが、うん、どのようになるんでしょうかね。まあね、はい、まあ12球団で一番バランスのいいのは今ロッテだ。なるほど。投手も、はい、打者陣も、はい、非常にいい感じできてるから、うん、なおさら、ね、もう今それで首位にいるということは、うん、ここで突き抜けないと、そうだよ、いけないですね。チャンス到来かもわからないね、はい、本当にね。まあそういう予想をしました、はい、ね、ではどうなるでしょうか、まあ、はい、まあ、選手の皆さんね、これからね、もう佳境に入ってくるから大変だと思うけども、頑張ってください、はい、ね、ファンは楽しんでます。